パワハラ上司に精神と胃をやられ転職をした。今日が出勤初日。新しい上司もまたパワハラだったらどうしよう。さよならが嫌いな。この人もまたパワハラ上司だったら。腹痛いんだろ。薬買ってきた。生理痛。これ分かりにくいよな。と言いながらマウスと間違えて僕の手をクリックした。集計しておいた。あ、すまん。こっちだ。新しい上司はド天然でした。白崎くん、今回の企画書も良かったよ。ごめん、クラッカーびっくりした。名刺もらってもいいすか。俺も部下になりたいっす。主任がナンパされた。主任が威嚇された。世界一怖くないパワハラを受けた。新しい上司との楽しくて癒されるお仕事コメディ。新しい上司はド天然。2023年10月より各局にて放送開始。